アローハー、ウェルカムトゥアロハ TV.com。 今日もこちらの時間で3時となりました。親父ハワイ百景の時間です。皆様どうお過ごしでしょうか。最近あの HD なり、綺麗なちょっと9月のカムバックを果たしてからなかなかいいね、あのクオリティで配信させていただいていると思うんですけども、親父ハワイ百景、まずは今日の1万円これですね。ちょっとビーチっていうのもあれなんで、まあここもビーチなんですけども、あのもしと山系とかね、あとちょっとまあ川っぽいやつとかね、あのちょっと違うやつをお送りしようと思って今日はあのこの場所を選びました。あと昨日ね、あのかなりバタバタしてしまって、あの配信が8分ぐらい遅れたりとか、ガチャガチャしてたものがあってね、非常にご迷惑をおかけしたんですけども、やっぱりあの HD ちょっと画像の大きさが大きいのかな、コマが結構落っこっちゃうんですよね。でやっぱコマは落ちずに、画像のねその大きさも良くて、しかもあのビットレートも綺麗にうまくいってるっていうような設定を選ぶと一番綺麗な画像をあの配信できるっていうことなんですけども、それでまあ自分なりに考えたプリセットが今日のやつなんで、これはこれで、ずっとやってみようと思います。なかなかあのHD のコマ落ちよりも綺麗な画像が映っていることを期待して、今日はこのスペックでお送りしたいと思います。同じハワイ百景、今日で24回目かな、なってますね。ちょうどあの目の前であのカヌーの人が来たんで、あのハプニングを大事にしたい番組なんで、とりあえずあのカヌーの人につけちゃいますね。あのね、彼が出てきたのはココマリーナって言って、あのマリーナなんですけども、それからこうやってね、あのまあ水路みたいなのが使ってて、あの海にずっとつながって、こっちでね海遊びなんかはこちらの方でやる人が多いんですけども、あのお見せしますと、まあ、まあひたすら何にもないとこの海に一人でって気持ちいいでしょうね。この人もやっぱりあの、カヌーでどこまで行くのかわからないですけども、何にもないっていうのね、綺麗なもんで、変な空気があれなんかあのサーフボード来ちゃったのかな、まああれなんですけども、あちょっとギリギリまで出てるんで危ねえかなっていう系の、まあカヌーの人が来ててね、ちょっと疲れたんで一休みって感じですかね。でもう少しこちらの方に行くと、なんとパラセーリングをやってるとね、これもそこそこ綺麗な面白い感じの絵ではあると思うんですけども、ここの海はね、そういうこうやって海遊びがあのモータースポーツの、まあ、さっきの人は自分で来てたんですけども、結構多い場所なんですよね、ハワイ海 でちょっと目の前でなんかの人も来てガシャガシャうるさいかもしれませんが、まあとりあえず、ここはそういう場所ですね。何もない、ずっとだからあの繋がってる海、ベーラですね。まあちょっと話を戻しまして、ずっとまたさっきの1万円の方にゆっくり戻していきますと、アウトリガーカヌーですね、手前にあるのが、何回か、この番組でもお知らせしてはいると思うんですけども、アウトリガーカヌー、ね、どういう感じのものかって、まあ、そっちから言っちゃいますと、まあ、ここねあの陸に上がってるんでよく分かると思いますが、
要するにあの普通の一本の船の横に変なチンコラがついてるって、こういう感じですね。まあこれであのバランスをとって、海で転覆しないようにっていう感じなんですけども、普通はもう少しバランスを取るためにあのキールボートっつってね、あの丸い針が多いんですけども、それだとあの下にあの深く流なくちゃいけないんで、そうするとね、あのハワイの場合はご存知のように浅瀬が多いんで、こういうね、ちょっと後ろがうるさくてこれやってるのあれなんですけど、まあとりあえずはだからそのひっくり返らないように、んで浅いとこ行けるように、作られたのがこのアウトリガーカヌーたちですね。これだからあのこれは 3,4 人乗りの、まあ、6,7 人乗り 7,8 人乗り、わかんないけど大きい方だと思うんですけども、1人用のもう少しちっちゃいやつも結構いっぱいありまして、最近それがね結構流行ったりもするんですけど、あの前にお知らせしたポラリアス、あとあの情報としてはあのこのカヌーハウスですね、これなんかどっかの誰かが、ちょっと結構お金を出していろんなビーチに、このまあ、カヌーハウスっていうのはこのアウトリガーカヌーを、まあいいやつ悪いやつが多分あるんでしょうけどしまうところですね。これは結構各ビーチにあの新設されたっていうか、ボロい小屋がどんどん綺麗になってきちゃって、各ビーチで、綺麗なのになって誰かのお産立ってね、このなんだ、アウトリガーをもしくは保護しようっていう動きが行われると思います。でまあさっきあの人が言ったこのねあの、まあ、水路なんですけども、この水路を先に行くとココマリーナっていうところに、出てきて、でそこからねこうやって船でずっとこの水路っていうか川みたいのを通って、さっきみたいにあの海に出るという感じですね。こっちのあれで、ちょっと変なのうるさいのが、あ、パドリングだったですね。まあいいや。でまああの説明すると、これあのまあ逆光も強いんで、あんまりしっかりなんだか分かんないかもしれませんが、ダイヤモンドヘッドですね。そのダイヤモンドヘッド裏から見るとこういう感じの絵になるっていう感じで、まあねハワイ象徴どっからでも見えますが、このダイヤモンドヘッド、そこそこねどっからでも見えちゃいます。でちょっと振ってこれ見せちゃいますと、これあの今来たのがこのねあの多分パドルサーフィングのツアーなんでしょうね。ここから一歩出してこのパドルサーフィングを教えて、ここの海に漕ぎ出そうとこういう感じですね。まああのご覧のように波があるとこまでは相当遠くまで行かないと、波こっちまでですねないんで、要するにずっと遠浅っていうことなんですよ。であの棚っていって波がぶつかるもんがないんで、フラットでもその分さっきの、船とかねそういう遊びにはね結構便利かなっていう感じですね。まあそういう、まあ、場所なんですけども、皆さんも結構ねどういうとこによっては分かったかもしれませんね。まあいつものようにだってハーフマークを過ぎましたんで、初めの録音させていただきますと、いや